チランジアカクティコラチランジアカクチカラはパイナップル科の植物の一つ。いわゆるエアープランツの一つであり、特に花が美しいものである。常緑性の多年性草本。白っぽい葉をロゼット状につける植物である。ただしく木を伸ばして3 0センチメートルほどの背丈になる方も知られる。葉の長さは30から4 0センチメートル、基部から先端へと次第に細くなり、 先端では、槍のように尖る。通常はやや問い型の葉だが、乾燥すると葉の縁が内側に丸まり、筒状になる。これは乾燥への対応と思われ、水を得ると元通りの問い型になる。家計は立ち上がって高さ40から60センチメートルに達し、その先端に水上花剰を数個つける。花剰を包む花ずとは白身がかったらベンダーないし、ピンク色を提出する。 そこから出る花は、稽古から6ミリメートルで、丸みがあり、紅白色だが、花弁の円には青い縁取りの模様が出る。種商名は、サボテンに生えるのいで、サボテンに着生するというものであるが、実際にはサボテンのみに着生しているわけではない。北部ペリューの海抜1800メートルの高地に分布する。観賞用に用いられる。この詩は特に花が美しいことが特徴で、 淡い紫の花図とも美しく、ある種の蝶の羽に見られる青貝模様のきらめくのを思わせるとも。また花そのものも美しく、1から2ヶ月の間に次々と咲く上、図との美しさはその後も長く維持される。このため、現地ペルーから、下水だけが切り花として欧州へ輸出されている。エアープランツとしても栽培される。サボテンに着生するというものではあるが、 サボテン並みに乾燥させて栽培するとうまく育たず、意外に水を求めるものだという。以下、主として、石井井上編集代表、P2889 藤川、P43 石井井上編集代表、P2889 引用も含め石井井井上編集代表、P2889 藤川、P43 ありがとうございます。